いしょ、じゃん、見てください。これとあるものが届きました。いやめっちゃ楽しみにしてたこれ。あじゃん、おシャネルさんです。おシャネルさん、すごい、なんかこんな感じで入ってるんだ。なんか箱の中に袋で入ってきました。すごいかわいい。そう、ちょっと今回はね、ずっと気になってたものを頼んだんですよ。たらーん、開けます。え、なんかすごいんですけどすごい、こんな感じなんですね今。すごい、巾着もついてきた、かわいい。あ、これあれだ、試供品だ、はい、ということでじゃじゃん、届きました。こちらベルニロングトゥニュの584番ブルーパステルっていう、ネイルポリッシュです。前に私動画でもシャネルのマニキュアがすごい良くてって話したと思うんですけど、追加カラーを買ってしまいました。でこのカラーがめちゃくちゃ可愛くて、いやー、こんな感じ、このブルーのパステルカラーで、これがこの前ね、お仕事で渋谷に用事があったのでシャネルに行ったんですよ。店舗にサイトでこのカラーがあったから、このカラーってまだありますかみたいな聞いたら、あ、もうそちら廃盤になっちゃってみたいな、販売しないんですよね今って言ってて、オンラインでしか買えないのかな、だから店舗ではなかったらしくて、私はオンラインで頼みました。今からね、塗ろうと思います。早速ちょっと、じゃあまず爪切ろう。だいぶね爪が伸びてきちゃってるので、爪を切っていきます。本当にもうめっちゃギリギリまで短くします。いつも数目ぐらいまでいきますなんかちっちゃい頃、私すごいお母さんの耳かきが好きだったんですよね。いないですか、お母さんの耳かき好きだった人。今この爪切りで思い出したけど、ちっちゃい頃やっぱそんな一人でできないじゃないですか、爪切りとか耳かきとか。今はもうさすがにね、一人暮らしもしてるし自分でやりますけど、できないじゃないですか。でまあお母さんにこうやってもらうじゃないですか、耳かきとか。まあでも爪切りは別にそんななんかあれだったんですけど、耳かき私本当に好きで、あの気持ちよさ何なんですかね、耳かきの本当至福の時間でしたね、あれ。ちっちゃい時に結構頻繁にやってーって言ってやってもらってました。どのぐらい、月1ぐらいかなでやってもらってましたかね。でもお母さんが眠たい時はやっぱ危ないっていうので、今日眠たいとか聞いて、耳かきやってほしいんだけどとか言ってやってもらってましたね。でもほんとね、恥ずかしいんですけど、お母さんの耳かき大好きすぎて、今でも実家に帰った時とかやってもらってるんですよ実はいや自分でできるんですよ、もちろん自分でできるし、最近は特にそうですけど、実家に帰ることが全然できないので自分一人でやってますけど、実家に帰る時、帰った時はその期間のうちにやってもらいます。毎回なんかもうほんと幸せなんですよね、その時間が気持ちよすぎて。やる側はどうなんですかね。でもなんか自分がもし将来子供ができてやるってなったらめちゃくちゃ怖いかも。なんか深さとか痛さとか分かんなくないですか、だってあれ。わー、今日空めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗なんですけどちょっと待って、これは写真に撮りたい。すごい、すごいんですけど。でもほんと写真だと本当に伝わらない。もっと綺麗なんだけど。私結構撮っちゃうんですよね、空とか綺麗な日。ちなみに今日の空これこんな感じ。めっちゃ綺麗じゃないですか。でももっとね、本当はねピンクっぽい、ピンク紫っぽい感じの空。超綺麗、やば、ずっと見てられるわ。ちなみに私は今ね、 LINE の背景もなんか綺麗な夕日の空なんですよそう、それも自分で撮ったやつなんですけど、めっちゃ綺麗な日があって、その写真を今背景にしてます。癒される。でもちょっとアップデートできそうなぐらい綺麗この空。なんか最近天気悪かったので、すごい久しぶりに見れた気がする。てかもう梅雨なんですか今。梅雨なのかな。でもなんか梅雨はまだなような気もするんですよね、雨多いけど。去年とかも1ヶ月間ぐらいずっと雨じゃなかったですか。しかもステイホーム中だったから、めっちゃなんか気分下がった覚えあるわ。はい、ということで片方今切れました。本当に短い、めちゃめちゃ短いです。ちょっとこっちもやります。
ちなみにこれ青汁です。そう、最近青汁飲んでるんですよ私。なんか意外と美味しくて青汁って。はい、ということで、じゃあこんな感じで爪短く切れたので早速塗っていきます。やばい、超本当に本当に楽しみにしたんですこの色。絶対可愛くないですか。だってアイスブルー爽やかでいいですよね、こんな感じの。そうで本当にね、これめっちゃ乾きが早いのですごい助かるんですよね。どうしようかな、集中力あるうちに右手から塗っていこう。あ、可愛い。やっぱこういうちょっと薄いカラーとかってムラができやすいからちょっとあれですよね、難しいけど何回か重ねていけばできるか。とりあえず一度塗り、全然ムラめっちゃありますけど、まだこんな感じの色めっちゃ可愛い。そう、なんでこの色にしたかっていうと、私これも前話したかな、ニューヨークガールズダイアリーっていうドラマにハマってるって前話したと思うんですけど、そのドラマの中でアディーナっていう人がいるんですよ。その方がこういったちょっとなんかパステルな水色のネイルをしてて、めっちゃ可愛いこの色と思って、そうで、ちょうどその時にそのシャネルのマニキュアに出会って、他の色欲しいなって思ってたのでないかなと思って探したんですよ。そしたらまさかのあって、この色じゃんと思って。だからね、この色にしました。本当に可愛くて、なんかそのアディーナっていう女性も肌の色がちょっと暗めだったので、やっぱ肌が暗いとこういうなんかちょっとパステル系な明るいカラーが映えますよね。でももうちょっとブルーみが強かったかな、アディーナは。よし、一度塗りできました。とりあえずなんかやっぱちょっとたっぷり塗れたところはムラそんなないんですけど、とりあえずこんな感じで一回右手放置しといて左手塗ります。てかめっちゃネイル塗るの上達した気がする私。めちゃめちゃ下手くそだったもんな。あ、てかそうだ、今日私話したい話があって、ちょっと話っていうかおすすめしたいものがあるんですよ。最近もうほんと夏じゃないですか、今日とかめっちゃ暑くて、やっぱこの時期って本当に汗で悩むんですよ私。多分多汗症だと思うんですよね自分的に。本当に汗がひどくて、夏はまあもちろんすごいんですけど、冬も汗かくんですよ全然。めっちゃ歩いてパッて止まった時とか超汗出てきたりとか、あと寒暖差、やっぱ外めっちゃ寒いから着込んでいくけど、目的地着いて建物とか入るじゃないですか、建物の中って大体暖房効いてるから、もうそれでめっちゃ汗かいちゃうんですよ私。なんか汗って言うとやっぱ脇汗とかのイメージ強いと思うんですけど、冗談抜きで本当に私全身かくんですよ。手汗もかくし足汗もかくし、なんかこの関節とかも汗かいたりとか、あと背中もうすごいし頭皮もすごいしっていうので、もう全身から本当に汗が止まんなくて、そうでちっちゃい頃からそうなんですよね私。ちっちゃい頃もあの汗もんって言って関節が汗でかぶれちゃってみたいな、で薬とか塗ってたんですよ。でしかも幼稚園ぐらいだったかなの時はやっぱ書いちゃうじゃないですか、でも書くのダメだからって言って、おばあちゃんかな、多分おばあちゃんに関節にこうタオルを任されて、そう幼稚園の時に確か、そうタオル巻いて行ったりもしてたぐらい本当に汗がすごくて、本当ねこれ永遠に悩んでるんですけど、汗止める手術みたいなのとかも考えてるぐらい、まだそんなにしっかりとは調べてないんですけど、まあなんか後々前に迷ったら本当にやろうかなと思ってて、でしかも汗かいてるってわかるじゃないですか自分で、あ今やばいとか、やばいまた汗かき始めたどうしようって言って、でその焦りでまたさらになんか冷や汗みたいな変な汗かくんですよね。多分最初は普通に暑くてバーって汗が出てくると思うんですけど、あとらへんは全然なんか暑いとかじゃないのにやばい汗かいちゃうとか、今汗かいてるわとかで、それに汗をかいてくるんですよね考えちゃって。だからもうね本当止まらないんですよ汗が。常に、だから私夏が嫌いなんですよね。だからもうこれからの時期私はもうどうやって過ごしていこうって思ってるんです。でもそれで言うと去年はやっぱりステイホームだったので、買い出しだったりとかちょっとお仕事あったりとかで外に出るっていうぐらいだったので、去年はそんなに悩むことはあんまりなかったかな、良くも悪くもですけど。だからこの時期ぐらいから本当に憂鬱なんですよね。好きな服も着れないし、でよくそうだ、なんか愚痴みたいになっちゃうかもしれないんですけど、よくめっちゃ汗かくんだよねって言ったら、え代謝いいの羨ましいって、これもないものねだりだと思うんですけど、代謝いいのはそれはいいことだと思うんですけど、そうやって言われるんですけど、いやでもこっちは本気でねその汗悩んでるしなみたいな、
のとかも結構あったりとかして、まあどっちとも捉えられますよね、本当に良すぎるっていうだからまあそんなこともありながらって感じなんですけど、それを前になんかインスタライブかなんかで話したんですよ。そしたら見てる方にパースピレックスってやついいですよみたいな風におすすめしてもらったんですね。インスタライブじゃなかったかな、 YouTube のコメント欄とかだったかな。パースピレックスっていうのがお風呂上がってもう何も塗ってない状態、乾いた肌にそれを塗って、でそれをしっかり乾かして寝るんですね。でその次の日に起きたらその塗ったところを拭き取るとか洗い流したりとかするやつなんですけど、それがね結構いいんですよ。最初正直半信半疑でした。私もこんなんで汗止まんないでしょって思ってたんですけど、でも結構それ効果がすごくて、それ塗った次の日全然気にならなかったんですよね、汗が。なんかまあめっちゃ激しい運動したとかいうわけじゃないので、もしかしたらめっちゃ激しい運動とかすると出てきちゃうかもしれないんですけど、でも本当に効果を感じたんですよね。そうだからそれをねちょっとみんなにおすすめしたいなと思って、あとこれ塗ったら持ってきますね。何なんですかね、汗ってなんか恥ずかしいですよね、かいちゃうと。まあ自分だから気になるっていうのはあるとは思いますけど、人が汗かいててもそんな別に思わないからし、わかるから、その気持ちが、うわ汗かいてるみたいなの思わないですけど、自分だとやっぱなんか恥ずかしいなって思っちゃうんですよね。それでまた汗かいて、本当に負の連鎖ちょっと持ってきます。これです、これです。こんな感じになってて、ロールタイプになってて、これはまあ気になるところ、まあ主に脇かなに塗るんですけど、そうこれがね本当にすごい効き目が良くて、ちょっと悩んでるっていう方はぜひ使ってみてほしいなって思ってます。でもなんかこれちょっと注意してほしいのが、多分結構強めなのかな、多分合う合わないはすごい分かれるやつで、私も最初のうちは全然平気だったんですよ。割と毎日ぐらい、まあ2日に1回とか毎日ぐらい使ってても全然大丈夫だったんですけど、やっぱ使っていくうちにどんどんちょっとね、なんか痒みとかが出てきたりします、赤みとか。まあ人それぞれなので何とも言えないんですけど、ちょっと私は乾かしていくうちにちょっと痒いなとか、その次の日赤みがちょっと出ちゃったりとかしたので、まあそういう場合は間隔を空けるとかして使った方がいいとは思うんですけど、今までも薬局に普通に売ってるなんか脇汗ブロックみたいな、なんかこう塗るタイプのやつとか使ったりとかしてたんですけど、全然それじゃもう効かなかったけど、でもこれは割と今まで使ったそういう薬というかの中では一番効果があったので、これぜひ使ってみてください。でまあこれはそういう塗るやつだったのであれなんですけど、これ以外だと私がやってるのは脇汗パッドみたいなのがついた下着があるんですね。それも結構使ってます。ヒートテックみたいな感じで、まあ、半袖のやつで、そこにちょっとこうパッドがついてるみたいな。私はね楽天で買いました。それはお母さんに相談したんですよ。本当に汗やばいんだけどみたいな言ったら、お母さんも昔結構悩んでたらしくって、でお母さんがその脇汗パッドがついてる下着がそこについてるから、なんかこうずれたりとかもしないっていうので、すごいそれが良かったよみたいな感じで教えてくれて、そう、それで私も使ったんですけど、それも結構良かったかな。で T シャツの下に着たりとか夏してますね。ちょっと今日はそれをみんなでね話したいなと思ってて、もし悩んでる方いたらぜひ参考にしていただけたら嬉しいですね。やっぱなかなかこうね人に言えなかったりもしますよね。あと人に言ってもなんかそんなにこうなんだろう、真剣に考えてもらえなかったりしませんか、汗の悩みって。なんか私本当汗すごいんだよねって言ってもわかるみたいな、私も汗すごいよみたいな、いやこっちは本気で悩んでんだよっていうね。誰よりも汗かきますからね、私夏。私より汗かいてる人見たことないっていうレベルで、本当にひどいです。もう、真夏、3分ぐらい歩いて、でも歩いてる時はまあまだマシなんですよ、その短時間だと。でもその本当に着いた後、目的地に着いて停止した時がもう、やばくないですか、汗って。何なんだろう、本当あれ。今日も私ちょっと用事があって、駅からまあ5分ぐらい5、6分ぐらい歩いたんですけど、ダメでした。もう汗がもうみるみる出てきました、じわじわと。本当にねそれでまたなんか汗かいたっていうので焦って、あでもそう、今日も昨日の夜これ使ってたので、脇は全然汗気にならなかったですね。そんな感じです、私の汗事情は
と言ってる間にネイルももうはい乾いてきましたよ。だんだんまだまあ完全に乾いてはないですけど、めっちゃ早くないですか？だって多分まだ5分ぐらいとか塗り終わって、でもやっぱちょっと色が薄めなカラーなので若干ムラは気になりますが、どうですか？でも可愛くないですかこの色？めっちゃ気に入ってる私。じゃらん、どうですかどうですか爪見ちゃいそう。なんかワンカラーだと短い方がやっぱ可愛いなって私思うんですよね。ネイルシンプルだったらこんぐらい短くても全然可愛い。いやー嬉しい、私もアディーナだこれでアディーナデニムとかと合わせたいんですよね。可愛い絶対。ちょっとはみ出てるのは後で綿棒に除光液つけてそれで取ります。はい、ということで、まあ、今日はこんな感じでちょっとなんか雑談的な感じと、あとまあこの汗のやつをみんなに紹介したいなと思ってたので、ネイル塗りながらめちゃくちゃ喋ってみました終わりますなんかこういう動画ってどうやって終わればいいんだろう。とりあえず話したいことを話したので終わります。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。